どうも皆さん、こんにちは。ブリーチ、久木周平役の小西和樹です。風死に役の谷山岸夫です。おい何のキャラ声じゃないですか。なかなか普段やらないんですけれども。でもね、はい。風死に大好きです、僕。そうですね。僕も好きですね、ね風死には。なんか、バカっぽくて。いいやつですよね。 結果的にいいやつでしたねめっちゃ今日よかったなっつってあのね今回ね「風死に」と今この収録してるのがちょうどアフレコの後で「風死に」と「久暉」がまあ仲直るじゃないですけどまた見てる方向が一緒になるっていう話が終わった後ですのでそうですよそれをねよかった死神図鑑も最高ですから死神図鑑もね撮りましたけれども「風あっ黒いな「風死に」ってずっと黒いのずっと黒いですよ基本的に <laughs> あ<の>そうなんだずっと黒いみたいですねまあ我々あのアフレコしてる時っていうのはあ<ー>あの色が入ってなかったりする時が多いんですけどもこうやって思いやめるとびっくりしますねはい、うん、これさ俺あの途中でやられても退場しちゃったんだけど本編は、うん、うんうんうんだから風死にがどうなったかさっぱり知らないんだけどあ<ー>どうなったのあのねなんだかんだうまくまとまったよね今日ね今日なんだかんだあって <laughs> 今日に至るってことですまさにそのねコニタンさっきのアフレコのこれで多分一にもちゃんとギと共に前を向いて歩けるんじゃないかなもう面白キャラになっちゃうのかななんかねちょいちょい出るにしてもまあそいうすうい疲れ方なのかわとでもみんなちょいちょい出てるもんねザンバクもねのブリーチって割とオリジナルに出たキャラクターってちょいちょい出るんだよなそうなんだ死んだりとか消えない限りはちょいちょい出るんだよそうなんだ だから残白糖に戻ってもそれは別になんかただ残白糖に戻れるようになったっていうだけだからなるほどなんかちょいちょいなんかな、ま、死んだわけではないっていうことですもんねだからなんかハイネコが出てたりとかね他のザビマラが出てたりとかですねいろいろありますけれどもなるほどねそうなんでございますよまた出たいですね死にではい、うん、というわけでですねえ曲の方ちょっといきますかはいはい、はい、ねでも曲の方って言ってもうん まだあのねこのあとなんです十六16時か17時入りだったはずですねどうですかでも曲を聴いて感じっ曲を聴いてあもう「切る」っていう曲なんですけどもう「殺す」って意味なんですけどはいそんな曲ですね私先にやってきましたよコーラスあコーラスでサビの部分っていうふうに聴きましたそうなんですあのちょっと一番最初に頂いた音源がえっと コーラスと一緒に入っててあこれ俺ダメだ音楽よくわからないからこれ聞き取れねえと思ってサビの僕のパートだけくださいっつってもらったら「ララ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 」って言ってずっと入ってて一番最後の英語のとこだけ「なんとか」って入ってて「ララララ」って歌うのかと思って言ったら当日あここはあの。 歌詞の方で。歌詞の方で。歌詞の方で。なんつってね。ちょっと時間いただいていいですか結構迷惑かけたんですけども。ああ、そうですね。でもまあ、なんかこう、リフ押しみたいな、なんて言うんでしょうか。まあ、結構、あれですね。リフっていうのは勢いにある。リフ押しっていうのも、すごく勢いにあるっていう意味です。もう全く分からない。違います。あの、まあまあ、そんな感じ。でもなんかまあ、ぽいなとは思いましたね。妙にメロディアスに、こう、ね、風しに歌うってイメージないんで。 このくらいの感じでイメージしてたんで、とってもあの、早く歌いたいなっていう、思わせてくれるような方。楽しみですね、じゃあこの後の収録そうですね。張り切って歌いたいと思います。僕の歌は、割とあの、久木って真面目で、ボソボソ喋るじゃないですか、いつも。なんか本編だと。でもなんか曲はね、割とポップスな感じなんですよ。おー。そう。でも割とそういうのって、このアニメ業界って多いですよね。キャラクターで、このキャラこんな感じで歌うんだみたいな。そうそう。で これは、ど、僕、どういう手で歌ったらいいんですかっていう。これ、どういう手で作った曲ですかって聞いたら、いつも真面目なひさぎが、恋愛をして、まだ見ぬ、いない人に恋愛をしたら、まあ、こうなるんじゃないかなっていうような、え手で作ったりしてましかなり、ポップな。まあ、ロック、ロックっぽいんですけど、ポップですね。ロックンポップって。ロックンポップ。ロックンポップ。ロックンポップって言うんですかいや、言わないと思うけど。 ポップンロックかもしれないですね。まあでも曲自体はね、あの聞いてもらった人がね、一番わかると思います。んでそうですね。はい、まあ、あの、まだ。歌ってないんで、なん <laughs> とも言えないんですけれども。まあでも聞いた人は。なるほどなってなってんですよ、きっと。うん、そうか、かあ、そうか、そうか、もうね、これ聞いてる人はもう完全に歌を。聴いてるわけですから。うん、そ,うそうです、そうです。いやー。ーうまくトークでございます。から頑張って。いろいろおかずとか入れてこようかなと思ってますね。